この後はシングルスになります。第2マッチ、木下は平野美宇、トップ名古屋は小塩優奈です。平野選手の人気高いなって今日思ったんですけれども、はい、公式練習の時にファンの方々がもう皆さんカメラを向けて、はい、こっち向いてくれないかなって言いながら、はい、皆さんね、られてました。はい、シャッターチャンスを食らっていらっしゃいましたね。はい、もう大人気の平野選手です。はい、平野対小塩優奈です。では審判のご紹介です。主審は黒坂由紀さん、副審が長谷川勝さんです。では選手の特徴を聞いていきたいと思います。ハリケーン平野、どんな特徴でしょうか。はい、もう彼女は本当にもう誰もがご存知の通り高速卓球の選手ですね。できるだけ台に近づいた状態でこうドライブカウンターというふうに相手に時間を与えない高速卓球をしていきます。近年フォアの強化が進みまして今やってますフォアドライブですけれども、威力そしてコース取り、そして質がどんどん高くなっている印象を持っています。はい、楽しみです。はい、対する名古屋は小塩優奈、小塩姉妹の妹さんの方です。はい、もう大注目の選手ですね。彼女はペンホルダーのラケットを持っているんですけども、まあ、ちょっと少しスイングが速いので分かりづらいかもしれませんが特徴的なグリップをしています。やはりこう人とは違うグリップなので受ける相手としてはなかなかこう吸収に慣れるまでに時間がかかると思うんですね。はい、そしてこう相手によってはカットパンで応戦する場合もある、はい、もう本当新時代をニアツになっていくオールラウンダーだなというふうに思います。なかなかいないタイプの選手ですよね。でまあ、フォア側に表ソフトラバー、バックに裏ソフトラバーも立っていますので、はい、吸収の変化をつけることもできますね。相手からするといろんなことをされて、はい、惑わされるということですね。そうなんです。第2マッチ始まりました。サービスは小塩からです。ドライブ最初に平野が取りました。そしてこの2人の対戦というのは今年も全農カップで第1回戦当たっているんですけども、はい、フルゲームまでもつれましたね。はい、今日の試合もどのようになっていくかとても楽しみです。強打が決まりました。小塩の得点です。今のように小塩選手回り込みのスマッシュがとても素晴らしいものを持っているんですね。はい、結構両ハンドの今時代なんですけどもこのようにチャンスがあれば回り込んでいくフットワーク力も持ち合わせています。素晴らしいです。今日はガッツポーズをしました。で、ね、平野選手としては、まあ、勝ちはしましたけどもやはりこう苦しめられた試合っていうのは絶対忘れてないと思いますので、はい、まあ、今回かなり研究してきてるんじゃないかなと思います。はい、今年5月の対戦でしたね。サーブ権が小塩に移りました。レシーブはオーバーです。サービスエースでした。はい、まあ、サービスも本当に独特のグリップから繰り出されてますのでなかなかこう合わせづらい回転なんですね。コースで振られた印象ですけれども。そうですね、後半表ソフトラバーのボールと裏ソフトラバーのボールをうまく組み合わせてコースも疲れていますので判断プラス動かなくてはいけないのでなかなか対応しづらいんですね。はい、また早いですね。そうなんですよね、打球点も早いものを持ってますね。続いてドライブ、これは入りませんでした。平野のサービス、ロビング、これは平野です。ボールになりました。これは平野です。
て、ね、長いボールと短いボールを混ぜながら平野選手は小城選手を揺さぶっています。はい、レシーブから行ってきました。はい、素晴らしい台上プレーでした。平野のサービス、サービスエースです。ちょっと回転が合わなかった感じですかね。そうですね、あの横回転のサービスだったと思うんですけれども、こう回転の判断というところで少し誤ってしまったかもしれません。ヘイラリーです。ね、あのスマッシュされたボールを小平野選手はしっかりと懐深いところでドライブしていきましたね。そして後半の大きなコースの変換、素晴らしかったと思います。ここですね。はい、まあね、バックストレートというところも平野選手は近年とても上達しています。バックストレートのコツってあるんですか？そうですね、あの回転をかけるっていうことも大事ですし、ミートをすることもあの時には大事なんですけども、やはりこう角度をつけるっていうところが一番重要になってくるかなと思います。コースの角度ということですか？あ、そうですね、あの、まあ、クロスを打つときはボールの少し左側だったり後ろを取るんですけども、ストレートを取るときは少しボールの右側を取ったり、ラケットの角度をうまく調整しながら打つことが大事になりますね。なるほど。サーブですかね。サーブでしたね。はい、フォアの微妙な長さのハーフロングの出るか出ないか。平野はゲームポイントです。素晴らしいボールです。素晴らしいです。でね、小城選手は運動神経がとてもいいんですよね。はい、足も速いですけども、こういうところの体幹の良さというところも持ち合わせています。レッド、サービスがネットに当たって相手のコートに入った場合はレッド、やり直しです。うまい、こういうとこですよね。はい、おじおのサービス、最後は平野でした。第1ゲームは 11-7 で平野が取りました。ゲームカウント1対0です。いかがでしたか？はい、やはり小城選手の潜在能力といいますか、バック側からの回り込みのスマッシュで要所要所で本当に素晴らしいプレーを見せてくれてはいたんですけれども、やはりこう平野選手が台上でしっかりと相手の強打を防ぎながらチャンスを作って自分の得意なドライブにつなげていたかなという印象ですね。やはりこう素晴らしいスマッシュを持っていますので、まあ、そこをしっかりさせないようにというところで、あの平野選手が上回ったかなと思います。はい、小城選手ベンチではお姉さんも見守っていますね。はい、そしてね、お姉さんもいることで心強く戦えますね。うん、公式練習の時も姉妹でこうニコニコとしながら話している様子が見られました。はい、小城選手はこれからどのように立て直していくといいでしょうか？はい、やはりこう台上のプレーであの平野選手に先手を取られていたと思いますので、やはりこう小城選手もいろんなチキータ、逆チキータを持っているんですけども、そこでしっかりとこう変化をつけて平野選手のドライブを下からさせるようにしてからカウンターで狙っていったり、そしてラリー戦もこう相手に一度ブロックをさせてから上から狙っていくことができます。とやはりこうさっきのよく決まっていたスマッシュにつなげられるかなと思います。はい、台上プレーが鍵になりそうですね。はい、台上プレー注目したいと思います。平野のサービスからです。バック、素晴らしい反射ですけれども、はい、どうでしたね。そうですね、やっぱりこうバック前のサービスも先ほど多かったので、はい、少しこう回り込みも遅くなってしまったかもしれません。なるほど、バック前、今のは平野選手のファインプレーですね。はい、小城選手もいいレシーブをしたんですけども、打球点を落としても質の高いドライブで応戦してきました。はい、
おじおのサービス。続いてドライブ、フロアネットに当たってオーバーです。今のもしっかりと長いツッツキではないんですね、はい、でハーフロング気味のツッツキですので、おじお選手が打ちづらい長さとなっています。もう一本おじおのサービス、サービスエースです。サービスもいいですよね、はい、こう巻き込み系のサービスなんですけれども、平野選手のこうミドルを深いボールで狙っていきました、はい、ミドルって打ちにくいんですよね。そうですね、体も動かさなきゃいけないですし、こうコースもつけづらいです。またミドルでした。いいサービス、このサービス効いてますよね。少し横回転系のサービスです。回転を利用しづらいと思います。バック前、これは平野でした。やはりこう昨日の試合、平野選手対出澤選手の試合もそうですけども、こう今のようにしっかりと溜めてフルスイングしていくドライブ、印象的でしたよね。はい、そうですね、はい、まあ、このようにこう異質の選手に対してはこのようなドライブ、質の高いドライブってなかなかブロックしづらいんですね。はい、バッティングのサーブでしたが3球目失敗でした。結構ドライブの質が高いので、どうしてもこうブロックカウンターがしづらいんですね。はい、ミドルのサービスエースです。若宮監督が見守っています。サービスエースです。短いサービスもネット際に本当にこう2バウンド3バウンドするくらいのサービスじゃなくて、少しこう出るか出ないかのサービスなので、はい、こう回転も判断しづらいですけども、長さも長いので打ちにくいんですね。はい、ナイスコース。あの角度で来られると取れないですね。そうですね、レシーブも、ね、甘くなってしまっているのと、やはりこのように上から打たれるとおじお選手だってもかなり遅らされてしまいましたね。はい、お見事でした。続いてバックドライブ、回り込みました。3-8、お見事です。はい、もうこう台上でできる限りおじお選手は先手を取っていきたいんでしょうね。深いツッツキ、厳しいツッツキをすればこのようにチャンスも生まれます。はい、続いてドライブ、大きく動かされましたね。僕の台数なのでタオルを取ることができました。平野のサービスです。2回転、これは待っていましたが、待っていましたがネットに当たってオーバーでした。点3、平野がゲームポイントを迎えました。ナイスですね、やりる。第2ゲームは11-3で平野が取りました。ゲームカウント2-0です。いかがでしたでしょうか。はい、もうジオ選手も本当にこう平野選手に対して思い切ったプレーを随所にしているんですけども、やはりこう平野選手がかなり研究してきたんでしょうね。おじお選手のやりにくいところ、やりにくいところを狙っていますので、おじお選手もこうなかなか自分の思ったようなプレーをさせてもらえないという状況だと思うんですね、はい、もう歯がゆい気持ちなんじゃないかなと思います。おじおはこれからどのように対策をしていけばいいですかね。はい、やはりこう平野選手が長めのこうサービス、短いサービスの中でも少し長めのサービスを随所に混ぜているんですけども、もう少しこう台上でフリックであったりとかチキータであったり、もうちょっとこう積極的なレシーブをしていって、回り込みのスマッシュであったりフォアからのスマッシュっていう風にこう自分から仕掛けていくパターンをもう少し持っていきたいですね、はい、やはりこう平野選手のドライブというのもかなり質が高いので、はい、打たせてからという展開はかなり苦しいんじゃないかなと想像します。
ベンチではお姉さんがエールを送ります。でね、こういうチーム力っていうところも団体戦はとても大事ですよね。ですね。おじい姉妹は今年の全日本で直接対決をしているんですよね。おじいちゃん、ですね、はい、なかなかないことだと思います。そうですね、はい。おじいのサービスから最強になりました。このようにね、平野選手の逆をついて待ってないところを狙って持ち上げさせるところを狙っていくというのもとてもいい戦術ですね。はい、お、ナイスボール。これ待ってたところ、はい、外してきましたね。というね、冷静に相手を見て戦術を変えられるというのも素晴らしいですね。あ、素晴らしい、はい、相手を見てコースを変えてきました。はい、平野のサービス、これ浮いちゃいましたね。このサービス効いてますね、はい。ボールの高さが、トスの高さが足りなかったようですね。もう一本、平野のサービスです。続いてバックドライブ。これはおじおでした。はい。ツーオール。バックドライブ。これは平野のレシーブエースです。本当にね、平野選手に対してポイントを取るのが本当に難しいなという印象ですよね。はい、同じことをしていても得点させてもらえないんですね。そうですね。おじおのサービス、平野のドライブが効いてました。平野の、バックドライブを落とすというのは回転量がこうラケットの面と合ってないということなんですかね。そうですね、回転量とうまく角度が合ってなかったということと、やはりこう今少し藤尾選手が深くドライブしてたサービス出していたので、少しこう合わせるような形になったので回転量は少なかったかもしれませんね。なるほど。バック対バック、これはお上でした。平野も厳しいコース狙っていきますね。そうですね、やはりこう内尾選手に得点するにはこう甘く入れていっては狙われてしまうというところも考えているんだと思います。はい、続いてこれはチップコース、ね、いいレシーブでしたけどもね、はい、それ以上にダブルストップでこうストップに対応してきましたけども、今のも質が高かったですね。低いボールでした。はい、おじおのサービス、バックドライブ、これはおじおが取りました。結構ラリー戦になった時におじお選手は裏面、裏ソフトラバーで打ってるんですけども、はい、少しこうボールの左側を捉えたようなブロックになりますので回転が少し残っていくんですね、はい、矢野選手もそれでミスをつけられました。回転を読むのが大変そうですね。そうなんですよね。6-4、 2点差です。続いてバックドライブ、ミドルに決めました。今のもね、少しオジオ選手がバックに少し動きましたよね、はい、そこもしっかりと見逃さずにちょっと動いたと思ったところからコースを変えられるというところも平野選手が素晴らしいところですね。相手の動きを見ながら来るボールにも対応しなくちゃいけないしっていう、そうですね、はい、タイムアウトです。若宮監督が
アドバイスを送っています。これですよね、こういうところ もう完全に逆をついてますね、はいはい、やはりこうね、あのトップ選手っていうのは、はい、もう体と頭が本当にこう、はい、別々に動いていると言いますか、はい、一緒にこう同じことをするのではなくて、はい、まあ、違うと思ってとっさに体の動きを変えたりできるんですよね、はい、まあ、目から得た情報と頭で処理をしてそこからまた何か変えるっていう能力、はい、本当に高いたけたものを持っていると思います。本当に素晴らしいです。さあ、タイムアウト明けの日本、なかなかこう逆をついたり相手のいない方向に送るってなかなか難しいなって自分も卓球をやりながら思うんですけれども、はい、やはりこう自分が、ね、やりたいことだけではできないですから ね、はい、相手も考えてやってきますので、はい、あそこが、ね、卓球の面白さでもありますよ ね。タイムアウトが明けました。平野のサービスからです。チキータ卓球に決まりました。今も、ね、いい選手だったと思うんですけどね、小城選手チキータで応戦してきましたけども、このあたりはさすがと言った方がいいですね。すごいです。いろんな選手のファインプレーです。ポイント、これはコースを狙いましたがオーバーしました。5点差です。もう一本、一本一本重ねたいところです。あ、これはうまい、打ち抜かれました。女選手もね、今もサービスを順回転に変えたりしていろんなことを工夫しています。はい、平野がマッチポイントを迎えました。サービスエースでした。ゲーマーのマッチという平野、第3ゲームはイゼルフォーで平野が取りました。ゲームカウント3対0で平野が取りました。いかがでしたでしょうか。はい、本当にこう平野選手の1球1球の質の高さ、そして小塩選手にこういいボールを打たせてもあのしっかりとこうブロックで対応していき、さらには今度厳しいコースを狙っていくというふうに、あの、本当に世界トップレベルの試合を見せてもらったなというふうに思います。そして小塩選手は随所に回り込みのスマッシュであったり、こうラリー戦でも少し変化のつけたバックで応戦していったりというふうに、これからの成長というのは本当にこれから楽しみなところがありますので、この一戦を機にまたあの努力をしてもらって、はい、もっともっと上を目指していってほしいと思います。そうですね、はい、いや、もう戦い方も小塩の方はですね、もう本当に見たことがないよなっていうようなプレースタイルですので、はい、そうですね、あの見ている方をワクワクさせられるような、うん、そうですね、あの、はい、戦型だと思いますので、はいはい、またこの、ね、悔しさを胸にまた前進していってほしいと思います。はい、ベンチでは今姉妹で映ってますね。はい、ここまで、木下アベル神奈川トップ乙女ピンポンズ名古屋1対1で進んでいます。第1マッチはダブルス、チャンルイ長崎美優木村かすみ、南波ゆりかでした。0対2で、名古屋が取りました。その後シングルスは平野美宇が小塩優奈に3対0で勝ちました。今会場ではハーフタイムとなっています。地元のチアダンスチームポラリッシュの皆様が、今踊ってエールを送っているところです。このポラリッシュは3歳から中学生までが所属をしているチアダンスチームということで、可愛らしいですね。可愛いですね。あの真ん中の小さい子可愛いですね。癒されます。癒されますね、はい、みんなキレもあってね、素晴らしいダンスですね、はい、